とライターで編集もやってます、そして時々本も書いていてやってる市田のり子と申します。私がフリーライターとして独立したのが28区だったので、割とスタートが遅くて、最初は普通に編集プロダクションみたいなところに入って編集をしてたんですけど、それは割と海外のガイドブックだったりとか、そういう本を作っていて、私のやりたいこととはちょっと違ったんですね。で、その勤めながら、ちょっと暮らしのことにも興味があったので、暮らしの本をやりたいなと思って、とにかく20代の時はフリーライターとして 100% 仕事のことしか興味ないぐらいに必死に仕事をやってたんですよね。なので、もう暮らしのことは本当に、おざなりというか、帰ってきたらファファーってなんかそこら辺にはほこりが舞ってるみたいな暮らしだったんですけど、その頃すごく忙しくしてやっていた月刊誌が急に廃刊になることになって、すごく私はその雑誌を一生懸命やってたので、その廃刊になったことがなんかこう悔しいというか悲しいというか、全生活をかけてやってきたことがガラガラと崩れ落ちるみたいな不安定さというか、仕事に軸足を置いてるとこんなにもグラグラしちゃうんだなってことをそこで実感をして、なんかその日すごい落ち込んで、なんか泣いたりとかして、でも夕方になるとお腹が空いてきて、簡単なものを作ってこう並べた時に、その食卓がすごい確かなものなんだなっていうことを実感したんですよね。暮らしって仕事のベースとなるっていうか、仕事が、暮らしがあって仕事があるんだなってことを実感したので、そこからちょっとなんか歩を緩めたっていう感じでしたかね。取材に行った人に教えてもらって、私は掃除を毎日するようになったんですけど、30分以内で家全てをリビングから洗面所からお風呂からトイレまでやって30分っていうことを教えてくれたんですね。で、それでじゃあやってみようと思って、飽き性で目移りするくせに自分がこれでいいって思うことは狭いですよね。ストライクゾーンがすごく狭いから、例えばパンはこれが好きってなったらもうそのパンばっかり食べるみたいな性格がなので、コンポートを大量に作り置いといて、それに豆乳グルトをかけて食べるっていうセットが決まっているっていう感じなんです。仕事モードになれば誰とでも会えるし、初めての人って取材するのも全然平気だし、お話聞くの大好きだし、でもなんかこう全く仕事じゃなかったりとかすると、出かけるのが億劫になったりとか、パーティーとかすごい苦手でほとんど行かないし、大勢の集まりでどっか食べに行くとかっていうのも苦手だし、どう思われてんのかなとか気になったりとか、気にするがあまりよそよそしい態度とって、どんどんなんか険悪な雰囲気になっていくとか、閉じがちなのでね、
よくそういう失敗をするんですよね。こう飽き性であるってことをすごい悩んだ時期があって、すごい素敵な方にいっぱい会うから感化されてすぐ真似するんですけど、それも全然長続きしなくて、三日坊主で何かやり始めてもすぐ飽きちゃうし、これが好きって言ってたのに半年後になったらこっちが好きになっててすごい変わってるとか、この間あれ好きって言ってたじゃんみたいに言われたりとかした時にはすごい傷ついて、はあ、私は飽き性を治さなければならないって思ってたんですよね、ずっと。でもどう努力しても飽きるもん飽きるっていうか、気持ちの問題なので、こう意志の力で飽きないとこうとか思っても飽きるもん飽きるみたいな、あもう飽き性ってもしかして治んないのかもなって思ってた時期があって、ちょうどそれぐらいの時に知り合いの編集の人が、市田さんは飽き性だから編集者っていう仕事ができて、いろんな新しいものを見つけて次々と人に紹介するっていうこの仕事が合ってるんじゃないって言われたんですよね。その時にもすごい救われた気がして、あ、飽き性でもいいんだってその時にその彼女の一言で思えて、だったらその飽き性を自分で生かしてこう仕事をしていけばいいんじゃないかっていう、その治らないものを無理して治そうと思ったらどんどん苦しくなっちゃうので、次々新しいものに目移りするんだったらもうそれは私っていう風に諦めて、こんないいもの見つけました、次はこういうもの見つけましたっていう風にワクワクすることを届ければいいんじゃないかなっていう風に思えるようにやっとなったかな最近みたいな感じですね。はい。